亀山市立図書館は、三重県亀山市和歌山町にある公立図書館、関町泉が丘に関図書室を置く。1928年に亀山町立図書館として開館し、文教都市亀山を支えてきた。市民ボランティアと共同して1986年より電話で創作動画を流すテレホン動画を実施している。鈴鹿峠を控えた亀山は、 東海道の宿場町として、また伊勢亀山藩の城下町として栄えた町である。亀山藩主は、学問を重んじ、藩校、名輪者を設けたため、学問や芸術文化が花開き、近代には1904年に、三重県女子師範学校が設立されるなど、文教都市としての性格も帯びていた。1928年3月28日、鈴鹿郡亀山町西丸に、 亀山町立図書館が開館した。この図書館は亀山神城高等小学校の一角亀山神城高等小学校記念館に設置された。1928年には三重県庁が市町村立図書館設置奨励に関する県という訓令を発して図書館の設置を呼びかけたこともあり、同年だけで亀山町立図書館を含め12館もの図書館が 三重県内で開館している。当時の亀山町立図書館は年中無休で開館していたため、閲覧者数は県内有数であり、1930年の統計では、蔵書数2750冊、閲覧者数12322人であった。1937年4月1日、鉄筋コンクリート構造を2階建ての新築館舎へ移転した。同年には、 蔵書数が4678冊に増加した一方で閲覧者数は1629人に減少している。三重県教育市は職員数が極端に少ないのが原因ではないかと推察している。1942年6月20日には三重県図書館協会主催の図書館教育研究会を亀山町立図書館で開催し、 青年に向けた読書指導のあり方を研究した。三重県図書館協会は1940年5月に設立されたばかりで、当初は館長会としての側面が強かったものの、三重県で初めて図書館間のつながりを作った組織となった。臨時の図書館となった。 多門ヤグラ第二次世界大戦中は、県内の多くの図書館が休館に追い込まれ、亀山町立図書館の活動が停滞した。1947年5月、亀山城、多門ヤグラで再開した。図書館の建物は戦災を受けておらず、亀山簡易裁判所、亀山区検察庁に貸し出されたため、図書館は多門ヤグラに移ったのであった。 復興時の職員は二人だけだったが、整備拡充を進め、1951年には、蔵書数9484冊、図書館費37万236円で1日平均閲覧者数は141人と、県内では、四日市市立図書館に次ぐ2位であった。同年9月、亀山簡易裁判所、亀山区検察庁が、新築移転したことにより、休館へ復帰した。 1952年11月には、三重県教育委員会から、教育功労団体として表彰された。その背後には、町民が結成した、図書館援護会が、図書の寄贈、読書会の開催、図書館での奉仕活動を支援していたことがあった。1953年10月、蔵書数が1万冊を突破し、記念講演会を開催した。1954年10月、 亀山町が4、村と合併し、亀山市となったことに伴い、亀山市立図書館に改称した。1965年度の蔵書数は19833冊で、鈴鹿市立図書館よりも多かったが、閲覧者数は8513人と、大和市立図書館の次に少なかった。1979年7月17日から、新館の建設に着手し、 総工費143、93千円をかけた工事は1980年2月25日に竣工し、同年4月1日に新館へ移転した。同年7月には移動図書館、宝くじ号を導入、市内8カ所の巡回を開始した。1992年4月、新移動図書館、和賀わ号を購入。 同年11月に本館と移動図書館にコンピュータを導入、同時に貸し出し冊数を従来の2冊から現行の図書7冊、雑誌2冊に変更した。この頃には巡回先が21カ所に増加し、蔵書数は6万5千冊になっていた。移動図書館は2006年2月で廃止された。図書館は老朽化が進行しており、2008年9月に空調設備を 更新、2013年12月8日には、館内の改修工事が完了し、再開館した。この改修により、学習室の机に1台ずつ仕切りが設置された。駅前移転計画2016年11月、具体的な議論が始まる前に、亀山駅前の再開発事業の一環で、図書館の移転計画が浮上した。亀山市教育委員会は二千十七年七月に、 図書館整備基本構想を発表し、利用実績が伸びていることと、玄関が手狭であることを指摘、学びの場からつながる場へ、を基本理念に据え、新図書館の規模を3300平方メートルと見積もった。この構想では、新館の開館を2022年4月をめどとした。同年12月17日には、第1回の図書館市民ワークショップが開かれ、 愛知工業大学教授の中井孝之から解説を受けた後、市民らが新図書館に関する意見を出し合った。図書館は、鉄筋コンクリート構造平屋建ての6屋根で、敷地面積は2968.06平方メートル、延べ床面積は958.54平方メートルである。所在地は、三重県亀山市和歌山町7番20号で、 亀山公園の中にある。周辺は文京地区の様相を呈しているが、意図的にそうしたわけではなく、順次施設の整備が進められて結果的に文京地区のようになったものである。図書館整備基本構想では、玄関の立地条件を読書活動には良好な環境としつつも、敷地に拡張の余地がないことなどから亀山駅前への新築移転を提起している。 なお2017年に教育委員会が実施したアンケート調査によると、利用者の約半数が図書館の現状に満足しており、不満、やや不満とした人は6.8%であった。東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道関西本線、紀勢本線亀山駅から徒歩約15分である。駐車場は21台分ある。2017年のアンケート調査によると、 来館者の67.3%が自家用車を利用している。関図書室は亀山市関町泉川河川11番地1の亀山関文化交流センター内にある。床面積は126平方メートル2015年4月1日、現在の蔵書数は15,614冊で2016年度の入館者数は6,409人。 貸出者数は2697人、貸出者数は9026冊であった。アイセルは j p 1 0 7 2 5 3開館時間は9時から17時まで、休館日は月曜日、第4金曜日、特別整理期間、年末年始である。8月を除く毎月、子供アニメ上映会とお話し会を開催している。赤土書室の期限は、 1959年に鈴鹿郡石町が設置した石町公民館文庫である。その後1979年6月30日に、竣工した石町民会館の中に図書室を移転し、亀山市に引き継いだ。亀山市石町合併協議会では、石町の図書室の文館化については、合併を速やかに調整するとされたが、2017年現在、 条例上文管化されておらず、関図書室の名称も条例に基づく名称ではない。しかしながら、亀山市立図書館が管理運営を行っている。亀山さんの杉材を用いた書家郷土資料として、伊勢亀山藩の藩校、名倫社の蔵書であった、名倫館文庫、漢籍を中心とする岡本文庫、中等教育の教員を務めた、清水次郎の残した、 図書類からなる、清水文庫、亀山藩主に仕えた加藤家から寄贈された、加藤家文書を所蔵していたが、1994年に亀山市博物館に移管している。2016年現在も所有するものは、亀山出身の彫刻家、中村信也の著書、釈迦と十人の弟子たちなどの資料であり、専門のコーナーを設置している。2006年から2015年の過去10年の、 亀山市の人口に占める外国人の割合は4%前後であり、図書館では外国語図書を収集して、相互理解の一助としようとしている。2015年現在、所蔵する外国語図書は、多い順に、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、フランス語、その他となっている。ただし、利用状況は貫維しくなく、最も貸し出しの多い英語でも292冊と、 なっている亀山絵本と童話の会と亀山市立図書館が共同で1986年から実施している事業で専用番号に電話をかけると3分間の創作童話を聞くことができるというものであるテレホン童話で物語を朗読するのは亀山絵本と童話の会の会員である童話は1ヶ月に2話ずつ新作が提供され1年分の作品が 栗の木という小冊子に収録される。電話で物語が聞けるサービスを図書館が実施しているのは日本全国でも珍しく、三重県では亀山市立図書館が唯一実施する。創作童話の作品はほとんどが亀山絵本と童話の会の会員によるものであるが、毎年夏休みに図書館が創作童話を一般公募し、優秀作をテレホン童話で流している。 この取り組みは市民の創作意欲を高める効果があり、亀山絵本と童話の会は三重県立図書館主催の童話と絵本のコンクールで多くの入賞者を出している。2008年10月25日に行われた亀山市の事業仕分けではニーズが少なく不要と判定されたが、2018年11月に第34回創作童話表彰式を開催しており、 事業は継続している。なお、創作童話の審査は、亀山絵本と童話の会が行う。亀山絵本と童話の会は、1982年6月に、絵本と童話が好きな母親らが集まって結成された。テレホン童話以外にも、絵本の制作や人形劇の上演などの活動を、行っている。児童文学者の北村賢治は、朝日新聞の取材に対し、 これだけしっかりした会は全国でもあまりない。都道会の活動を表している。ありがとうございます。